数学の中学1年。単元は資料の整理。相対度数の例題値を解いていきましょう。さあ、ここに資料 E があって、右側ですでに度数分布表になっています。度数分布表は前の単元でやりましたよね。そして、ここから新しい情報、何かっていうと、相対度数というものを加えます。で、 相対度数って何かっていうのが、ここ。全体の度数の中で、どれだけ求める度数、その階級の中の度数があるかっていうのを相対度数と呼んでいるんですね。まあ、全部の中の割合のことを相対度数というので表しています。度数、相対度数、そして前にあった累積度数、それぞれわかりやすくする技術になります。 それではちょっとこちらの式を使って右側で実際に数値を計算してみましょう。まず全体の度数ですね。分母のところを確認すると、これは20人になってます。そして1から5のところの階級の人数は2ですから、ここはどういう計算式になるかというと、 20分の2。2を20で割った数値になります。これ計算すると、まあ分数だと10分の1。相対度数は分数ではなくて小数の方が好まれますね。0.1。1から5の階級の相対度数は0.1になります。小数ですね。同じように7を 20で割るんですよね。そうすると相対度数が出ます。7割る20で、ここは0.35。11から15の階級も、ここは階級の度数5割る20。20分の5で答えは0.25になります。そして最後は、度数が6で、 6を20で割って20分の6。相対度数は0.30になります。相対度数は全部を足し合わせると必ず1になります。今回は丁寧に小数点のところまで書いています。どうでしょうか相対度数。ある階級の度数を全体の度数で割る。できるようになってくださいね。